チキコちゃんたちはオスメスともに全く同じ外見をしているのに、ちゃんとつがいになれることを不思議に思ったことはないですか？今回はそんなインコちゃんたちがオスメスを見分けている方法についてのお話です。匂い。インコちゃんたちのインコ臭、皆さんも大好きですよね。そんなインコ臭は主に尾の付け根あたりにある皮脂腺の油の匂いとされていて、オスとメスで微妙に異なる匂いをしていて、特にメスは発情期になると特有の香りになるそうです。あなたのインコちゃんはオス、メス、どちらでどんな香りがしていますか？また今は発情期ですか？コメント欄で教えてくださいね。鳴き声。インコちゃんの鳴き声も見分ける手段の一つなのだそうです。特にオスはメスを誘うときにさえずるように鳴くそうです。インコちゃんが声真似をするのは基本的にはオスで、様々な鳴き方ができる方が優秀な証となり、メスからモテやすくなるのだそうです。見た目。人間から見たインコちゃんはオスもメスも、正直なところ大きな見た目の違いはありません。オスの証もぶら下がってはいないので、見た目だけで判断することはまず不可能と言っても過言ではないでしょう。なのにインコちゃん同士では見た目でもちゃんと見分けているのだとか。それはインコちゃんのお目目が紫外線までも見ることができる優秀なお目目を持っているからだと思われます。インコちゃんのお目目からするとオスとメスは全く違うカラーなのかもしれません。ちなみに赤星ちゃんのチークパッチを薬剤でコーティングしたところ、今までモテていたのに全く見向きもされなくなったという実験結果もあるのだとか。でもインコちゃんは意外とオス同士メス同士でもカップルが成立していることもありますよね。インコちゃんたちの恋愛事情、興味深いですね。